音楽プロデューサー田中隼人です。あの音楽聴いてこれ大ヒットするなって分かる大人何人いるんだろうと思って、若者のカリスマになりうる存在というか、僕の中でなんか一番社会現象的に大きい物事ってビリー・アイリッシュが大ヒットしてることなんですよ。でこれって後付けでなんかビリー・アイリッシュが売れた要因を探ったりとか、なんかまあその若者の代弁者になったんだみたいな後付けの考察って多分いくらでもできると思うんですけど、最初から大きいプロモーターがその分かりやすくどっかのライブの前座で入れて売っていくみたいなスキームとは全く違う売れ方をするわけじゃないですか今って。それこそ最初サウンドクラウドだったり YouTube だったりっていうところで同世代の子がその敏感な子たちが見つけて、ちょっとずつちょっとずつどん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 、でもその SNS の力ってすごいから爆発的に広がっていって、結果としてすごいストリーミングのヒットを出すっていうすごく新しい文脈だと思うんですけど、ビリー・アイリッシュが売れてしまったことによって僕らの仕事がなくなるんじゃないかっていう危機感はすごいあるんですよ。まあ本人とお兄ちゃんで作ってるものが基本メインだと思うし、あんまりそのなんかこう音楽性もそのすごく統一感がないというか、結構曲によってバラバラじゃないですか。唯一の共通点はビリー・アイリッシュが歌ってるっていうことだけで、本当になんかまあ多分彼女が今まで聴いてきた音楽だったりとか、なんか今表現したいものをただただそのままダイレクトに作って伝えてるっていうことだと思うんですけど、僕らはなんかその例えば新しい新人がデビューするって言った時に、なるべく失敗しないようなその最大公約数的なあの手法をやっぱり取りがちというか、どうしてもやっぱその失点しないような戦略というか、いろんな売れる要素、例えばここの層にたまたま刺さった、ここのタイアップが決まったからで、このドラマがヒットした、ここの映画が良くてでそこにたまたま刺さったとかって、いわゆるファンダメンタル的な要素をいかに作りつつ、その中でどれだけこう最大公約数取れるかみたいな、すごいディフェンシブな戦いをやっぱりその考えることが多いんですけど、ビリー・アイリッシュ全くその発想ないじゃないですか。そもそも全くもう見てるところが全然違うし、向いてる方向が全然違うから、やっぱりああいう子たちが今ヒットするっていうのはすごく時代としても分かるし、あの音楽が受け入れられたっていうこともすごくリアルとして受け入れられるけど、この音楽が売れていって行く世界で僕らの仕事どうしたらいいんだろうっていう、これから僕らは何をしていけばいいんだろうかっていうものすごく問題提起になるというか、ものすごく考えさせられるなんか事象ですね、僕の中でビリー・アイリッシュ大ヒットっていうのは。もう本当にだから僕らもなんかいろんなことをやっぱり考え方とかをもっともっと変えていかなきゃいけないし、でもそれはそれで僕らは僕らでできることをそれぞれやっていくのが正解なのかまだ分からないですけど、あの音楽聴いてこれ大ヒットするなって分かる大人何人いるんだろうと思って、そのジャッジがやっぱりその若い子たちとちょっとずつやっぱこう乖離していくのってまあしょうがないことだと思うんですけど、いきなりこんなに離れるんだっていうのはすごくびっくりしました。その目線だったり、なんか今までやってきたその常識みたいなのが変わってくる感じの、本当に今過渡期なんだなっていうところにはすごい立たされてる気はしますね。本当にまあそんなにヒットしたかと言われたらそうでもないかもしれないんですけど、まあもっとこの感じがメジャーでもっと売れてくれたらいいなと思っているものとしては、あのちゃんみなだったり、なんかやっぱりその伝えたいこともすごくメッセージ性がしっかりしているし、で音楽性もちゃんとあって、ラップだけなのかなと思いきや意外とちゃんと歌えるし、そういった意味では本当に若者のカリスマになりうる存在というか、代弁者みたいなものになりうる存在の一人なんじゃないかなとはすごく思っているので、 K-POP がなんかその子供の時からある世代
の子たちって今は洋楽と邦楽の間に K-POP が存在してるっていうのは大きいですよね。ここの橋渡しが今まではこう階段だったのが坂になったと思うんですよね。こうそこが一つの線でつながってるというか、なんかだからそこをきちんと青春時代とか子供時代に違和感なく聞いて育ってた、来た人たちはやっぱり強いなとは思いますけどね、音楽的に。例えば男性シンガーでいうとシラップ君とか、まあ、向井太一君とかもそうなんですけど、今一番イケてることっていうのをちゃんと音楽としてやってる子たちがやっぱりもうちょっと評価されてきちんと売れてほしいなっていうのはすごく思ってます。女性シンガーでいうとリリちゃん、まあ、ちょっと毛色違うけど、あや AK パンダとか、彼女の場合は少しヒップホップの文脈が強いと思うんですけど、歌のうまい女性シンガー、 R&B の女性シンガーがヒットすることってあんまりないじゃないですか。きちんと洋楽っぽいサウンド で歌も歌えてみたいな文脈できちんとアーティスト性を保ってやっている若い子たちっていうのは結構今こう出てきていると思うんですけど、それがまあもちろんストリーミングの中ではヒットしていたりとか YouTube の再生回数が多かったり、若い子たちは知ってるっていうヒットの仕方はしてると思うんですけど、もっとやっぱりその子たちが、この例えが正しいか分かんないし、この例えがものすごく俺の古い考え方を象徴している可能性があるんですけど、本当にその子たちがもう紅白に出るようなオーバーグラウンドにやっぱりその早く出てきてほしいなと思っていて、僕がねそのやっぱ影響を受けたアルバムとかでそのチャラさんとか、うん、ウーアの話とかしてたんですけど、やっぱその時代のなんか感じて女性シンガーがすごい頑張ってたじゃないですか。でその後こう歌うまでいうとミーシャが出てきたりとかっていう、そういうこう時代の流れがあったと思うんですけど、今なんかそういう感じってすごく下火になっていて、本当にこう音楽性で勝負して歌を歌える女性シンガーっていうのがなかなかヒットしにくい土壌だなと思っているので、もっともっとそこをそういうシーンがもっともっとオーバーグラウンドに上がってきてほしいなっていうのはなんか期待を込めて思ってますね。